感じで、普段から地元のお野菜、農家さんのこと、そんなことを歌にして、いろんなところで歌わせてもらってます。ここで八百屋マンライブ終わるんですけど、最後に実は、今回のプロジェクトでもあった、真っ白中学生たちと、今年70周年という真っ白中学校、自分の母校でもあり、今日集まりの皆さんも、真っ白中学校出身の皆さんがたくさんいらっしゃると思いますけども、中学校70周年ということで、その記念の授業として、たくさんのプロジェクトが、生まれました。5つのプロジェクトがあって、まず真っ白の大事な杏を守ろうっていう、そういうプロジェクト、それから記念紙を作ろうっていう、そういうプロジェクト、それから友谷アーツさんと、記念の T シャツを作ろう、それから台風、18号の時の経験を生かして防災の、そのプロジェクト、防災に備えての、プロジェクトや、そして5つ目に、記念の歌を作ろうという、そういうことで、自分もふるさと真っ白のことを歌にできたら本当にそれは嬉しいし、しかもこうして、記念の年に、自分をこうお声掛けいただいて、作らせていただけたこと本当にありがたく思っております。真っ白中学校の、校長先生はじめ、関係の皆様ありがとうございました。で、今日は中学生がね、一緒に発表し歌ってくれるということでね、駆けつけてくれていますんで、実はこのプロジェクトで1曲作る予定だったところがですね、まず講師になったのが自分のぶやんと、そして真っ白に住んでいる、ミュージシャンでスピナビルさん、もうレゲエで全国飛び回ってるスピナビルさんが2人で講師になって、曲作曲作り携わらせてもらいました。で、その中で、ビルさんももう生徒たちと触れ合う中で感情がこう、込み上げてですね、1曲書いてくれちゃったんですよね。ビルさんが作ってくれた曲、真っ白の風という曲と、そしてもともとテーマにあったみんなで、ふるさとのみんなが歌えるようなそんな歌を作りたいということで、自分と作った紡ぐというこの2曲ができました。そして完成はしなかったんですけど、まさかね、中学生が1人で、この5回ぐらいワークショップを重ねてきたんですよ。曲を作るには最初こういうことをこうイメージして始まるんだよとか、リズムを決めてとか、そういうことを中学生たちやってくる中で、中学生がそれをもとにね、1曲1番とサビまで作れた曲も実はあるんですけども、まだ未完成ということで、今日発表にはできないんですけども、そういうふうにもしかしたらそういう彼が未来のミュージシャンになるかもしれない。で、そういう部分をプロのスピナビルさんや自分もこうやって曲を書いてやらせてもらってる、本当にそういう生活の中で仕事としてやっているプロのそれを見れたっていう、その経験がすごかったなと思います。はい。で、ちょっと長くなりましたけども、今日はまず紡ぐを歌わせてもらいたいと思います。じゃあ中学生やみんなステージに上がって歌いましょう。おい、みんな来い。おい、行け。中学生が歌詞をここに書いてくれたので、もしよかったら皆さん、みんなが歌える歌ということで、本当に何回も書き直してね、簡単なというか、一言一言に全ての思いを込めながらの、文章を短くして作った歌ですんで、ぜひこれを機会に覚えて歌っていただけたらと思います。周りの皆さんも歌える方はぜひ中学生たちね、一緒に口ずさんでみてくれたらと思います。では1曲目の紡ぐを歌います。
町のいろんな行事、どういう時にでも町のみんなが、中学生だけじゃなくてみんなが歌える歌にしたいということだったので、最後の最後に真っ白の中学校の校歌の一番の一番最初のフレーズも、入っています。それも、中学生たちの最初の、ね、全校からアンケートを取ったんですよね。その中にその校歌のワンフレーズを書いてくれていた生徒がいて、ね、そういう言葉をこう本当に全部紡いで、みんなの思いも紡いで出来上がった紡ぐという歌でした。ありがとうございました。そしてもう一曲、スピナビルさん、ありがとうございます。スピナビルさんが、作ってくれた歌はですね、
一緒に作ったワークショップを重ねた中学生たちが3年生たちだったので、その3年生たち卒業に向けて、もういろんな思いがね、ビルさんの中で込み上げて出来上がった曲、松代の風、これを、みんなで今日ちょっとビルさんは県外にライブがあって、出てしまっていて今日来れないんですけども、音源を預かってますんで、それと中学生たちが一緒に、歌ってくれるということでお聴きください。それではいいかな、はい、では松代の風お聞きください。Thank you.
ありがとうございました。それでは、中学生たちとのふるさとの歌プロジェクトの発表は以上になります。ありがとうございました。あの2曲とも本当に、中学生たちの思いを、ビルさんと自分とで形にさせてもらった歌で、この年だけでなくてこれからずっと歌われ続けてほしいという思いも込められていますし、ぜひみんなでこう歌いつないでいってほしいなというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。